やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。はい。やべえ、心地言い出すの。あれ、なんかね、すごい今日肌綺麗なんだよ。なんでかって、もう照明となんか、これ近づいてる汚いんだけどさ、なんか、すごいなんか、あれだね、TikTok みたい。TikTok とか、そのスノーの美白効果みたいな。綺麗顔効果やってるみたいな感じ。ビューティーフェイスってね。まあ、どこに笑いのポイントがあったんだよ。やべえ、やべえ、やべえ、雑談です。やべえ、雑談。雑談でもなんでもないですけど、たまたまやべえっていうね、気持ちいい頃の、言葉を今生んでしまったがためにやべえって言いたいだけなんですよ。やべえってマジいい。マジそれ、やべえなーって。うわ、これ流行語大賞だ。やべえ。もう流行語大賞、はじま部門流行語大賞だ。もう最強じゃねえか、それ。絶対俺がなんかもう日の目当たるようにできたクソ賞だな、それ。クソ賞だ。うん。棚賞じゃねえよって。ダメだよ、クソとか言っちゃう。棚賞ね。ちょっと検索するか、久しぶりに。久しぶりにって。なんか今日ダメだな。まあ、そういう日もあるさということでね。そういう日もね、回ってもいいんじゃないでしょうかということでね。棚賞。なんかすごいクソだな。棚賞がクソとは言ってないよ。ウーム所属になった。チャンネル登録者7万人になってすごいな。前見た時2万人だったのにって、こさんべるなよ。でもなんか雰囲気がさ、あれだよね。寿司ラーメンリクさんみたいな、丸パクリしてる感じだよね、なんか。事務所だって。事務所じゃなくて、僕、刑務所に行くんですけどね、みたいなね。むちゃくちゃなギャグってね。もうつまんねえな。ギャグでもなんでもねえ。お前、地獄だ。地獄、じゃ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 、じさっき話すこと話したし、もう俺やりたいこといっぱいあるから、もうみんなね、ありがとうございました。解散。もう本当にね、もう本当にありがとうございました。すいません、今金太郎さんが前田敦子さんの中ありがとうございましたみたいなところの誇張してるものまでアベベベッアベッベッっていうね、むちゃくちゃにして、誇張ってのは誇張よく聞くよな。雑魚ハリウッド雑魚師匠さんがさ、誇張しすぎたって。なんか誇張ってよくわかんないよね。誇張とはっていうね。本当に。そうなっちゃいますけど。すんごいニコニコ顔でしょ。まあ、ということで今日はね、これでおしまいだ。ビャイビャーイ。終わんなかったよ。終わんなかったよ。命拾いしたねーって、なんかカンペがあるかのようにこっち向いてるんですけどね。こっちにあるのは、使い終わった綿棒と、お茶だけなんでね。あと、パイ飲みとかね。あと、なんか、飲み終わったコップのマックとかね。コップのマック！カップのマック！な、それ！まあ、あれですよ。まあ、あれですよね。本当にマック、行くじゃないですか。ジュースの入れ物あるでしょ？あれ、コップのマックっていうの。マックのコップか、コップのマック。さあ、どっち？マックのコップか、マックのな、あれなんて言うんだ、あれ。マックの容器、マックのジュース容器、あれなんだ、みんななんて言うんだ、あれを教えてくれっていうね、その数字を持ってないもんで、誰もコメントしてくれないでしょ。あれ、マックのコップの、マックのコップっていうか、何あれ、もう、わかんねえ。うんちってことね。過激な発言ですね、これは。うんちは過激すぎる、本当に。いや、2320年の話すんじゃないよっていうね。多分2320年はね、すごいもう言論規制されて、うんちでも死刑になります、多分。あー、キモいね。キモくて、うざくて、やばめめめ。うん。やばだにえーんってことね。ということでね、やっぱそのなんかね、っていうの入れたいんですよ。やまねーって、そうねーって。やばいそれって、そう、なんか入れるやつじゃん、接続詞っていうのかな。やばいな、本当に今日脳みそ死んでんな。接続詞か、まあ、間に、合間合間に入れてく言葉、なんでいっぱい使うかって、その間に考えてるの、今から話す言葉はね。まあ、ということで、みたいなね、どういうことでってみんな突っ込んでってください。いやー、本当に、もう話すことない。うーんって今ね、腹切りするなって。もうなんか、あれなんですよね。社会の先生にって、それ大人な。社会の先生にそれ大人なってツッコミよくわかんないですけど、なんだ、まあ、歴史の先生に聞いたんですよ。腹切りってなんかすぐに超えるんじゃなくて、なんか縦に一回入れてこうやってやるらしいですよね。
な、筋肉が硬直しちゃってこれだと痛くないよみたいな、痛いけどもムッキムキになっちゃうんですよ、それだけ。でも上に入れるから、上に対して強くなるから横に弱くなるみたいな感じで腹切るらしいけど、腹切りは処理がめんどくさいからどうぞって言われて、なんかセンスとかが文字フォルでこれはって言って首をこうやった瞬間に後ろの侍の人に切られちゃうらしいよね。うん、やだな、腹切らせろよってね。うん、でも絶対腹切りやりたくねえよな。うん、絶対武士になりたくねえもん。殿様になりて、いや殿様嫌だな、恨み返そうだから。神になりたいってことでね。いやー、神っていうかもうなんだろうな、あれだよね、もう楽していきたいよね。うん、みんなそうだろ、もう楽して生活してよな。なんか誰かマンション7000棟くらい買ってくれねえかな。7000棟ってねえ、こんなちっちゃいマンションかもしれない。どんなだよこんなちっちゃいって、拳みたいなじゃない、こんなちっちゃいってことはこんなちっちゃいってやるわけじゃん。だからこの空いたこの指で挟んだ空間くらいってね、これってなんだよ、こんな、こんなちっちゃいのか、この隙間もミクロかマイクロかミクロかなのか、まあ、いやっていうね、ほんとこんなちっちゃいってね、もうね、なんか意気込みした後のこれみたいなね、ほんとに語彙力なさすぎだな今日、語彙力売っちゃったんですよねって。やっぱね、すごい天才なんで語彙力やばいんですよ。だから語彙力売って今で、ね、生計を立ててますってね。新しい職業、語彙力売りの始まということでね。お、新しい異名が出ましたね。まあ、今日はこんくらいにしとこうかな。どんくらいだよってね。うん、こんくらいだよ。いやー、ほんとにね。すごい昨日夢、すごい夢見たんですよ。ゴキブリの夢でね。むちゃくちゃ飛ぶゴキブリがいるんですよ。なんかその、マリオに出てくる敵のようなさ、動き方するんですよ。むちゃくちゃ気持ち悪かったね。ピューンって飛ぶんですよ、垂直に。びっくりしたマジで。うん、飛ぶ、テレレレレッテッテーンブンブンみたいにシューテレレレーって。やばい、最近マリオやってないから BGM 全然口で言えなかった。まあね、ほんとね、もう昨日の夢は最悪でしたね。地獄だったもん、ゴキブリの夢。でもね、昨日なんかね、寝てないアピするんじゃないですけど、全然寝れなかったんですよ。なんかね、まあ、3時って、まあ、15時から15時に寝て、6時、まあ、18時に起きたんですよ。3時間しか寝てないんですよ。それなんか体ばくてね、なんかね、俺がなんかバカになっちゃったのか知らないけど、俺なんかやっちゃいけないんだよな、みたいな感じで。えって思うじゃないですか。やっちゃいけないって、俺、何かの動作したらなんかやばいんだよな、みたいな感じで起きたんですよ。なんかもう変な夢見たんでしょうね。なんかの動作したらなんかなんだよなみたいな感じで起きて、ほんと意味わかんなかったです、あの時は。なんか体でもやもや抱えてて、それの理由は多分お腹空いてたってね。いやでも今もお腹空いてるんですけどねとか言って、さっき結構ね、まあ食ったんですけどまあ今のね、ゲップする時のね、準備運動じゃないね、直前運動ですあのね、まあ、研究、まあ僕羽島大学の研究でね、あのタバコを吸う人っていうのは、あのタバコを吸ってることじゃなくて、人差し指と中指の空間を吸うことによってストレスを解消してるんですよ。だからもうこの動作だけなんですよね。だから俺も一回ふざけてこの動作始めたんですよ。ちょっとやめられなくなっちゃった本当に。だから俺はもう絶対タバコ吸わない、この動作だけ出るんですよ。だから口臭い息が出るだけなんですよ。臭い息、有害じゃないです口臭は。うん、まあ、雑菌は飛んでくるかもしれないし、ね、雑菌を帯びた唾が飛ぶかもしれないけど、まあ、副流炎はね、出ないんで、口から。うん。副流炎ここからか。やっぱこれもうみんなね、これからタバコ吸いたいなって思う人いるじゃん。もうこれでいいの。持ってると。想像力が足りないんだよ、これから吸おうとしてる人。って言ってね、なんか、想像肺炎とかになるかもしれないね。痛いって言って。あなた、タバコ吸うモーションやりすぎて、想像で肺が真っ黒ですよってなったらね、ふざけんなってなるけどね。うん。安ありがだな、安ありがって、安上がりなタバコだなってね、言いそうだったね。害だけはもらうけど、安上がりだし、リラックスできるし、安上がりだし、で最高だと思ったら、安ありがって、なんだそれ、安ありがって。もう安ありがなタバコだなってね、まあ、この動作なんですよ。やっぱり、所詮。いや、タバコ吸ってる人は失礼だぞっていうね。なんで僕はこの動作だけしても一生やっていきます。僕はタバコ吸いません。タバコって言うんだよね、まあ、シガレットすいません。葉巻とかね、パイプっていうのは憧れるんでね。ほんと今日確実、かつ、おー、やばいぞ、これ。滑舌がやべえ。じゃあこれ、やべえ、滑舌がやべえ雑談な。
今ちょっと時間を歪めて最初に滑舌がやべや雑談にこうペランペランってできないかな。あーなんかメモしとこうかな。幸せなら手を叩くふりをしよう、そしたら幸せになれる気がするよ。いやー最近ねなんかねイヤホンがねちょい壊れたんですよ。なんでちょい壊れたかと、いつもね寝ながらイヤホンつけてるんですよね。寝ながらイヤホンつけてちょい壊れたんですよ。パイクーハンみたいな感じで、ね、まあ、ちょい壊れちゃって、イヤホン欲しいよって一気にバーンって言って、もうなんか、まあ、海洋圏使ったのかよってくらいのね、もうスーパーサイヤ人かよってくらいの気の量みたいな欲が溢れ出てきたんですよ。びっくりした。なんで今ね、あの豪傑っていうフォルダの中にね、あのイヤホンで見つけたかっこいいあのイヤホンとかヘッドホンを入れてるんですけど、総額50万くらい、50万じゃ聞かねえな、とんでもない値段になるんですよね。それを買うわけじゃないよ。俺がね、なんかもう仕事できるようになって、これはね、これ、あ、そうだった。昨日思いついたボケがあって、小ボケギャグ、小ボケ小魚ギャグだね。小骨ギャグがあって、まあ、お金をこれっていう時に、ね、なんでお前ここにギュッてやるんだよって。まあ、何してんだみたいなね。まあ、何してんだって言ってほしいがための小骨ギャグなんですけど、ね、もギャグじゃねえよ、お前それよ。地獄だ。ギャグっていうか、なんだ、もう、なんつうんだろうな、これは。うん、やべえ、ね、やべやで、それはやべや、なんだろう、まあ、シャーペンだな、それは。まるでシャーペンだな、ね、まるで将棋だな、みたいな感じで、まるでシャーペンだなって。でもいいですよね、まるで衝撃で、衝撃。くっけ、やばいな。くっけ、やばいな。マジ、書いとこう。本当と思ったら、これめちゃくちゃ個人情報あふれ返ってた。滑舌が、雑談。はい、ということでね、意外に喋っちゃったな。バイバイ。